小緯水小緯水は、ギラン出身の社会運動家。字は雪がや。日本統治時代の台湾において、台湾文化協会及び台湾民衆党を創設し、非暴力民族運動の指導者の一人である。小緯水の父親である、小康省は、ギラン上皇病愛い、命を務めていた関係で、小緯水は、幼少より、台湾の宗教及び民族に親しみ育った。 後に従者である、長修玄祭の下で、さらに、義蘭工学校で学び、1915年には、台湾総督府医学校を卒業し、現代医学と近代文明の完了を受け、昭和水がその後の社会運動に参画する基礎が、築かれることとなった。医学校を卒業した昭和水は、台北市太平町に、台湾委員を、開設。 1917年には、春風特異老を組織、医師や学生をはじめ有志との集会を行い、台湾社会の問題の社会改革の方法を議論するようになった。1920年により、小緯水は台湾議会設置請願運動に参加。翌年には、同志と共に台湾文化協会を設立し、台湾における民権運動を提唱したが、1923年に、 治安警察法違反で禁錮4ヶ月の判決が下された。その後も台湾総督府批判により1925年に再び禁錮4ヶ月とされるなど十数回にわたって逮捕されている。1927年に台湾文化協会は左派と右派の運営路線をめぐる対立により分裂、小遺水は台湾民衆党を成立させ、自ら 中央常務委員権財政部長に就任した。台湾民衆党は地方自治と言論の自由の獲得を目指した政党である。小緯水はその後も社会運動に積極的に参加し1928年には台湾高等模倉連盟や台湾農民協会に参加、階級闘争を中心とした社会運動を組織していく。しかしその運動方針は 党内右派の反発を発生させ、1930年には、右派である林剣道、蔡土かうか、はさかえ省などが離党し、台湾地方自治連盟を組織している。台湾民衆党の活動としては、国際連盟に対し総督府が専売制を実施している、アヘン販売及び、武者事件を訴えるなど、台湾問題を国際社会に訴える行動を起こしている。また、 台湾民衆党は、孫文の三民主義を党然とし、昭異水や謝春期の主導のもとに、農民運動、労働者運動へと変換していく。その結果、1931年に、総督府により解散命令が出され、台湾民衆党は解散。昭異水も、同年、同胞主団結、団結魔有力という遺言を残して40歳で、成去。同年8月23日に、 市民層が取り行われ5000人の市民が参列した。その活動は台湾で高く評価され、国道古号線は小和水高速航路と称され、また台北市近西外近西公園も小和水記念公園と解消され、その業績が検証されている。2010年8月、台湾で小和水を図書とした記念硬貨が発行された。ありがとうございます。